今日はですね、目標の8、働きがいも経済成長もっていうこととですね、まあなんだろう、忘年会との意外な関係っていうのがです、ね、僕の中でちょっと気づいたっていうかあったんで、まあちょっと、ちょっと今日は気楽なシェアっていう感じなんですが、なんか最近ですね、ヤフーニュース見てると、あの忘年会やめてくれと。忘年会なんて買ったるいから行きたくない。忘年会に行きたくない若者が増えているっていうことで、ああ、若者はやっぱそうなのかなとか思ったらですね、えー、実は30代、40代にとも忘年会なんて行きたくないと。 おそんな声がめちゃくちゃ上がっていて、で、なんかその人事コンサルタントみたいな人にね、あの、忘年会盛り上げる方法を教えてくださいって言われたらですね、なんか、えー、忘年会自体を取りやめて、えー、一人金一封でこれで自分の好きなとこでも行きなさいって言って、一万円渡したらいいんだよみたいなですね、なんかものすごい寂しい。 なんか、その、すごい寂しい話が、あ、起こっていたので、うーん、なんだろうな、そういうことじゃないんじゃないかな、っていう思います。なんでかっていうと、それは、その、忘年会自体が楽しいわけではなくて、普段の働きがいがなくて、仕事、職場の関係性がうまくできていないから、仲良くない人と一緒に時間を、プライベートの時間まで過ごすのか、僕はそこに問題の損失が、あ、本質があると思っています。ですから、 いや、普段なかなか、こう、なんだろうな、一緒にそういう話をすることもないから、あの、なんだろうな、こう、そういう食事をしながら、お酒を飲みながら話す機会を、この一年のこの期は楽しくて仕方ないんだ。この時間が何より楽しみで、えっと、一年頑張ったんだって言われるような、普段からの会社、作りをするっていうことが、僕は重要なんじゃないかな、っていう風うに考えています。だから、その、なんだろうな、忘年会で問題が起きたっていうことよりも、その忘年会にみんなが行きたくないって思ってるのって、 なんだろう、その、働く人たちがすごい働きがいがない、やりがいがないっていう、こう、世の中の組織づくりができてしまってるんじゃないかなっていうことがですね、まあ、ちょっとなん、なんとなく気になったので、えー、僕は今日このところ題材にすることにしました。で、あ <laughs> で、その中でもですね、こう、ちょっと今、なんか、あの、本とか見ると、えー、ティール組織っていうね、 なんか言われているんですが、まあ、ティール組織って言ったらなんかすごい難しいことに聞こえるんですが、まあ、僕の中での歌詞は、まあ、ものすごくみんなが自然体で集まって、一人一人が、まあ、なんだろう、自然界と一緒。えー、まあ、自然界って、こう、なんだろうな、余計な邪魔がなければですね、すべてが自分の思い思いに生きていくことができて、でも、その思い思いに生きているんだけれども、 えー、例えば他のものの生息を邪魔妨げてしまうと自分への栄養が来なくなるから他のものの生息を妨げないように自分が一番生きれるベストな状態そして他の人も共存できるような状態とかですねまあその全ての生き物とか生物が、えー、自分のベストを尽くしながらも他の人を邪魔しないっていう状態、えー、まさにその企業今ティール組織っていうのはその全体を認識しながらも自分が今やるべきことっていうのを全力でやっていく それによってですね、まあ、一昔前で言うとですね、あの本田、ホンダ、ケスケ選手がですね、えー、この力みたいなことで、次のワールドカップはこの力を高める。 って言ってね。なんかそれをこういろんな取られ方をしたんですけど、僕もそれティール組織と同じことかなと思っていて、えー、一人一人が誰かに合わせることなく、全員が全力で戦える、そんな体制になって、初めてワールドカップ優勝できるんだ。みたいな、そんな思いで、えー、彼は言ってたんじゃないかな、なんと思って、あ、すごいなんかやっぱりこう、ああいう、なんだろう、自分で自分をプロデュースして、こう、奮い立たせていく人っていうのは見てる観点が違うんだなっていう。日本を、もうワールドカップ終わった瞬間にもっと日本が次のステージに行くためには、えー、誰か、 のをかばいながらサッカーをするんじゃなく、全員がもう、俺がこのプレーをしてるときは、あいつはこのプレーをしてくれるはずだ、みたいなですね。そんなこの力が最大限、すでに全員が誰一人遠慮することなく、誰一人我慢することなく、全力を尽くせる。そんなチームを作るっていうことが、えー、最強っていうかね、優勝するためのもう最も重要なことなんだって言ってて、なんか僕は本当に、 企業もそれだと、本当に思っていて、その、働きがいがあるっていうところを、その、端的に捉えて、これをやったらこんな報酬がもらえるだったりとか、そんなことじゃなくて、え、常に、え、自分のことを挑戦し続けられて、そして自分が背中を任す人間がいるからこそ、自分はこのポジションで全てやりきることができる。みたいな、こう、で、そしてその忘年会っていうのは、それを一年の最後にお互いねぎらう時間。 あなたがいたから僕はこのプレーをやり通すことができました。こんなゴールを決めることもいました。あるいは私はあなたがあそこでプレッシャーかけてくれたからあそこでディフェンスすることができました。だったり、ちょっとね、サッカーの例え話になっちゃったんですが、何かその一人一人が全て誰かによって立たせてもらっている。もっと言うと、エースだけが活躍する、評価されるのではなく、 その一番目立つ、一番ゴールを決めるエースこそが、後ろで自分たちを支えてくれている、自分を支えてくれる人たちに感謝し、あなたたちの存在があるから、エースの私たちがね、輝けるんだ。みたいな、そんな組織にしておけばですね、例えばエースの方は、その一年間のサポートに対して讃える、感謝する時間でしょうし、 えーえー、そして、その後ろでずっと支え続けてくれた人たちは、まあ、感謝されるっていうこともあるし、まあ、エースの方に、改めて、あの、私たちのサポートを、まあ、形にしてくれてありがとうって、どちらにしろ感謝を伝える。だから、どちらにしろ、全員が生かされているんだ。誰一人として組織の一人が自分だけで自分単独で生きている人はいないんだっていうところを、こう、なんだろうな、組織全体で認識していると、いけると、まあ、すごくいい組織になるんじゃないかな。 と思いますじゃあ例えば逆にティール組織っていうゴールから言うと少し分かりづらかったかもしれないですが、えー、ティール組織と真逆の組織というかどういうふうにして組織が育つかみたいなことをですねティール組織の本の中に書いてあったのでそれを少しお話しさせてもらうとまず真逆の存在が自分第一主義の企業だそうですとにかくそこにいる人全員が自分第一主義自分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 それは忘年会楽しくないですよね。 全員自分のこと言ってて、忘年会って、もうあいつ、もう俺が、俺が立たせられてない。俺をもっと立たせろよっていう言い合いになるので、そんな組織は当然忘年会も行きたくない。当たり前ですよね。そして、えー、勝利第一主義のお組織がその次に、えぇ、ー、育そ,そうです。自分第一主義じゃなくて、自分第一なんてとにかく勝てばいい。勝てば何をやってもいい。ちょっとこの間ね、こうあのー、中国っていう国のチームが、何ですかキックをしてきたと。 <laughs> ラフープレイが少し目立ちますな、みたいなことがありましたが、何かそういうですね、こう何をやっても勝てばいいんだっていう、そんな組織になったらですね、正直やっぱりお客さん喜んでもらってないだったりとか、あるいはチームの一人一人が、まあ、なんだろうな、もう勝てば何でも何やってもいいんだ、みたいなことをするとですね、やっぱり正直牛のめたさんもすごいし、まあ忘年会盛り上がったとしたらなんか、なんだろう、何かそこの忘年会問題を起こすんじゃないかと、すら思ってしまう、そんな組織かもしれません。えー、そして、え利益、第一主義。 どういうことかでこれはですね利益を出すためにとにかくみんな我慢しろと。まあ、つまりは組織により人間のことを機械のように扱ってとにかく利益が一番会社に利益を残す言葉で利益利益利益って言ってですね利益が全てなんだって言ってもうそこにいる人たちがその別に合う何だろう、えー、ガソリンだけ入れといたら動く機械かのようなね、まあ、機械的にとにかく利益をとにかく出すみたいな組織になっていくとやっぱりそんな組織って正直何だろう 利益出すために給料とか少なくて、忘年会って言ったら、もうその忘年会派手にやるぐらいだったら、あの給料を上げてくれよと思うかもしれません。まあちょっとね、少しね、あの、まあラフに軽く気軽にこの、なんだろうな、あの、働きがいっていうところをですね、まあちょっと忘年会から振り返ってみてお話をしたかったので、こんな感じにしています。で、もう一つ、まあティール組織まで行かず、一人一人が、この力全開で生きていける、チームで力発揮できるっていうんじゃなくて、その少し手前の、まあ人間第一主義っていうですね、 えー、あなたの会社で私たちの会社で働いているのは機械でも何でもなく人間なんだそこで働く人は人なんだ人の感情を重視してそしてまあどうしてもそれはですね誰かが誰かの足を引っ張ってしまう組織なのかもしれないけれども人がいなければ、えー、組織は成り立たないっていうことを認識した上で人を大切にする組織まあそういう組織であればですねティール組織とかっていう,もう最高に全速力で常にアクセスを踏み続ける。 あるいは自分が攻撃された時っていうか何か弱いところを絶対に守ってくれる人間がいるみたいなそんな無敵のね全方向パーフェクトみたいなチームではないかもしれないけれども会社にいる人を一人の人間として取り扱ってくれるそんな組織であればですねやっぱり働きがいだったりとか必然ですねその人として扱ってくれるわけでお客さんのことも人として扱うわけですからビジネスとしての成長も見込めるまあみたいなまあきれいごときれいごとって聞こえるかもしれないけどやっぱりこの振り返ってほしいんですね もしあなただったら、どんな組織で働きたいですかっていうことなんです。普通にやっぱり、やっぱり僕は自分の全力が尽くせるところ、そして自分が苦手なところは、それを自分よりも圧倒的に上手にやってくれる人に全面的に任せて、その人に感謝することができる。そんな組織でもちろん働きたいです。そしてそんな組織で行くんだったら、僕は忘年会に参加して、いつも本当にありがとうございますってことをお伝えしたら、えー、したいと思っています。 事実ですね。82の法則だったりとか、96対4の法則って言って、実際にビジネスにおいて、ゴールを決めてくれる存在っていうのは、たかだか数の人です。目立って成果が出るっていうのは、たかだか数のゴールを決める人たちです。ですが、96%の人たち、あるいは80%の人たちが、それを裏で支えてくれて、その支えがあるから、点を取ることに、ゴールを決めることに集中することができるっていうですね、こうなんだろうな、 忘年会が寒いとか忘年会に行きたくないとかって言われているのはその忘年会最近の若いものはとか時代が変わったとかそういう問題ではなく一緒に働く人と一秒たりとも長く一緒にいたくないっていう現れがそういった忘年会っていう言葉に出てるんじゃないかっていうですね自分を振り返る機会として ああそうか、って忘年会が乗り気じゃない組織だったとしたら、やっぱり働きがいっていうところにもっともっと私たちは、企業家は、実業家は、事業家は、えー、価値を提供しないといけない、えー、取り組まないといけない、えー、そんな風なんじゃないかなっていうところで、えー、ちょっとですね、えーまあ、少し僕はやっぱ SDGs を実践していくために最も重要なことは、それぞれの課題で一人一人が、私たち一人一人が、 自分ごとにできる課題を一つでもいいから見つけて、それに真剣に取り組むっていうことが大切だと思っています。だからどうしてもですね、なんか社会貢献活動だったり、だろう、いいことをやってるとか、社会活動だったりとかして捉えて自分ごとにできない方がいらっしゃったとしたら、もしあなたの会社の従業員さんが忘年会に行きたくないとか、忘年会あまり抜きじゃないとか、うわ、もうこの時期嫌だなとかっていうような声が上がったとしたら、実はあなたが取り組むべき課題は、8番の働きがいも経済成長も、にあるかもしれません。 えーまあ、これを機にですね、えー、なんだこれを機にっていうのもあれなんですけどやっぱりその働きが,が良ければ、まあ、これ少しまた別の機会でお話しますがあの えシンポジウムをねこの間やらせてもらった前の教授っていうか幸せ額幸福を研究されてるんですけど、えー、従業員さんが幸せでいれば売り上げは30%も高いっていう研究結果も出ているぐらいですですので、えー、鶏が先か卵が先かっていうかまあ利益が先か働きがいが後かみたいな話なんですけど実は働きがいをすごく働きがいの組織を作れば必然売り上げは放っておいても上がる、えー、そんなこともですね少し研究の結果分かってきていますまあやっぱりそれって理想的に言うと あの、ティール組織ですよね。えー、最高の働きがある。つまり、自分の役割に没頭して集中して、それが成果につながる。えー、そんな組織ができれば、必然売り上げも上がっちゃいますよね。えー、これを、まあ、ま、綺麗ごととして捉えるんじゃなく、すでに、大きな大きな社会問題と社会課題として、働きがいがないっていうこと自体が、社会課題であり、 あなたのビジネスにブレーキをかける要素であるっていうふうにまあ自分ごとにして捉えて、えー、取り組んでもらえると嬉しいです。えー、今日はそんな感じでお話をさせてもらいました。まあ、これからもこんな感じでですね、えー、こういう なんだろうな世の中で起こっていること、それをまあ皆さんに自分ごとにしてもらってビジネスに役立っていってもらう、まあ、そんな情報を発信していきますので、まあ、これ見て、なるほどなとかいいなとか思ったりとかしたらです、ね、ぜひいいねを押してもらえると嬉しいですし、チャンネル登録してですね、しておいてもらえるとまた更新したときにぜひチェックして役に立つ情報を発信していきますので、ぜひチャンネル登録もお願いします。じゃあ、今日は終わりです。ありがとうございます。